中京競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは3番、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく3番行きました。続いて前へ行くのは13番、さらには5番、5号、8番、その後ろ先手を取ったのは5番、少し離れて7番、続いています。この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。4番、前走は大敗してしまいましたが今日はどうでしょうか。10番、その前に進出、1番人気の16番、中段につけています。並んで14番、この集団に15番、これに続いて17番、18番、すぐ後ろ、さらには11番、白の帽子、2番、その後ろ、ここにつけたのが1番、すぐ後ろに12番、その隣に6番。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。内を通って5番、8番、ほとんど差がありません。3番、3番手、16番、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は5番、並んで8番、4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭は16番、外から15番、後方から1番、外から4番、16番、先頭リードは1馬身から2馬身、あと 200m。 先頭は16番、1番、頑張れるか。16番、差を広げる。2番手は1番、16番、ゴールイン。2着は1番、3着に11番、16番、見事1番人気に応えました。Yeah.